蔡英文総統が10日アメリカフロリダ州で開催されたサイレントドリルの世界大会個人部門に出場して4位の成績を獲得、また特別賞を受賞した海軍の儀仗隊員ソ・キリン上等兵による表敬訪問を受けました。蔡総統はソ・上等兵のチャレンジ精神を高く評価し、国軍もその精神に倣って国を防衛し理想を実現するよう激励しました。ソ・上等兵がよく夫婦でギターを弾いて歌っていることを知った蔡総統はソ・上等兵に自分のサイン入りのギターをプレゼントしました。